はい。それでは空間における平面について解説していきます。まず空間における平面 π っていうのはどのようにして決定するかということについて確認しておきましょう。前回まで直線についてやっていましたけれども、直線というのは通る1点と、それからその直線に平行なベクトルで定まるということでした。平面における直線の場合はさらにその直線に垂直なベクトルで決まるわけですけれども、空間における平面の場合はどのように決まるかということですね。まず、同一直線上にない3点で決まります。これはよろしいですね。 はい。3点を決めると、その3点から直線が決まるということですね。はい。まあ、三脚とかがちゃんと平面、地面の上にきちっと固定できるのは、3点によって平面が定まるということがあるからですね。これは定まらないと、3点、三脚ではですね、絶対に、あの、カメラは固定できないということになります。それから、1点 P とイに平行なベクトル UV ということですね。これは、こう平面があったときに、 一点、通る一点と、それからこの平面に平行な二つのベクトルがあれば、この平面上で、例えば、ここの、この点を、に行きたかったらですね、まず、この点に行きなさいと。で、えー、通りがですね、5番目になっていいですね。まあ、あの、無限に細かい5番目になっていいですね。はい、こういう5番目になっていいですね。この方向とこの方向には移動できますと。いうのが、まあ、与えられていたとするとですね、 そうすると、この方向行くにはな、ここから何歩か進んで何歩か進むという、こう平行四辺形を使ってですね、こことここ、この、こっちに平行なやつとこっちに平行なやつを結べばですね、これが、まあ、この、こっち方向のベクトルの何倍か、でこっち方向が何倍か、ということで、えー、必ず、まあ、1が指定できるわけですね。はい。ということで、通る 1.p と π に平行な、お互いに平行でない、0でもない、0は困りますけども、0でない、平行でない、 えー、0はすべてのベクトルに平行とも考えるので、まあ、これなくてもいいんですけども、一番ののために一を入れてますけども、定まればあ平面が決まると。で、まあ、ほぼ同じことなんですけども、えー、他のやつと同じことなんですけども、例えば1点 P と直線 L と言っても一緒ですと。ただし L は P を取らないと。L は P を取らないって言ってのは要するに L が2点で決まりますから、あ一直線上にない、同一直線上にない3点を与えてるのと、1と同じですし、それから、あ4つ目はまたちょっと違うわけですね。 この三つに関しては、まあ大体同じような感じなんですけれども、一点 P と方線ベクトルというのに関しては、これだけちょっと考え方が違うわけですね。ということで、この三つに関しては同じなんですけれども、四つ目に関してはこれは平面に垂直なベクトルということですね。これはあの直線、平面における直線が方向ベクトルで考えると、方線ベクトルで考えると、二つあったのと同じで、空間における平面に関しては、その 平面の方向ベクトルという言い方はないんですけれども、その平面に平行な2つの平行でないベクトルを考えるという考え方が1、2、3で、もう1つがこの方線ベクトルっていうことですね。で、1、2、3お互いにこう、やりとりがすぐできるので、まあ簡単なんですけれども、3と4に関してはまたこれからやっていくと、見ていくということになります。で、えー、まあ平面の方程式ですけれども、平面 π を表す、平面 π 上の2意の点、x、y、z を表す方法としては、方程式。 ですね。これは、方線ベクトルの直行条件4番から得られるものと、それからパラメータ表示の2つがあります。ということですね。だ基本はこの2つなので、この2つの間がこう、行き来できれば、平面に関しては自由に取り扱うことができるということになります。はい。ということで、えーまあ、本質的にはですね、えー、この、平面の方向ベクトルとも言うべき、平面に平行な2つのベクトルと、方線ベクトルとのこの行き来ですね。 まあこれさえできてしまえば基本的にはそんなに難しい話ではありません。はい。それではですね、平面のパラメータ表示について説明していきたいと思います。先ほど言いましたように、平面 π の決定としてはですね、通る3点とかですね、あるいは通る点とその平面に平行な2つのベクトルとなったんですけども、この、これですね、この2番の式が、番の、えー、条件が、状況が分かっているときには、パラメータ表示はこのように書くことができますということですね。 はい。え、これは要するに平面上のものは2つの方向ですね。え、東西とか南北とかですね。え、直行しなくてもいいんですけれども、斜めでもいいわけですね。え、まあ、例えばこう、こう、まあ、これはちょっとおかし違いますけど、違いますけど、まあ、こう円状のものと直線上のこう2つこうあったらですね、えー、まあ、ずっといってぐるっと回ったらどっか突っつけるみたいな感じで、まあ、これはちょっとあの、まあ、円なのでちょっと違いますけども、何かこう平行でない、 二つの方向があれば、どの点でもどこまで行っどこに行ったらというふうにして、えっと、到着できるということですね。まあ、この考え方は、後期になって、規定という言葉で表現されますけども、ここではですね、平面っていうのは、二つの平行でないベクトルを使って、位置が指定できるということからパラメータ表示が得られるんだということを理解しておいてください。 はい。ということで、平面は、この二番の、先ほどの2番の前回2番の条件からこのようにパラメータ表示を持つと。例として点、点1-1-2を通って、まあ、これ、本当は縦に書いておいた方が良かったんですけど、1-1-2を通って、102311に,に平行な平面と。この2つのベクトルは、0ベクトルでもなく平行でもありませんので、このようにパラメータ表示ができるわけですね。これは、ま、ちゃんと平面を決定していて、こういうパラメータ表示を持つということですね。 はい。で、もちろん、このパラメータ表示に使う、この二つの平行なベクトルっていうのは、取り方はいくらでもあるわけですね。とりあえず平行でなければいいので、例えば、この二つを足して、413と、引いて、21-1と、こっちからこっち引いて、21-1と、まあ、この二つのベクトル。でも、これも、これもパラメータ表示ですね。はい。ですから、えー、っと、まあ、正解が一つではなくて、正解は無限にあるわけですけども、えー、ただまあ、ちゃんとこの、 まあこれが本当に正しいかどうかのチェックするには後でやります。方程式を使うのが一番簡単ですけども、まあ一応パラメータ表示の方法としてはいくつもありますということですね。ですから、まあ演習書とか問題集の回答を見てですね、自分の答えが違うからこれ間違いとかいう問題ではないですよ、これね。はい。どのような回答でもまあた、まあ確かめる方法を使って確かめれば、正しい場合があるということですね。 はい。もう一つ例として、3点を通る平面ですね。ちこちら、場所の都合で、まあ、従来形式で、こう、点を座標を書いてますけども、この3点を通る平面ということですけども、まあ、これは、あの、もちろん、通る点をどっか一つ選んでやると。で、あとは、この AB ベクトル、AB ベクトルですね。高校流に書くと AB ベクトル、AC ベクトルというものを、これを UV というふうにして、取ってやれば、取ってやればですね、この平面の <laughs> パラメータ表示が得られるということになります。 では、最後にこの平面のパラメータ表示の問題をちょっと考えてみましょう。1点 A これこれと直線これこれを含む平面のパラメータ表示を求めようということですね。はい。一応この1点 A がこの直線上にないことを確かめておきましょう。えっと、1を代入すると、X に1を代入すると、最初の項はマイナス3分のマイナス1で3分の1ですね。で、2番目の項は1ですので、もうこの段階でこの方程式を満たしませんので、この点 A は直線にないことがわかります。 したがって、この1点とこの直線で <laughs>、この平面は定まるわけですけども、はい。えー、どうしましょうかということで、えー、ちょっと、この穴埋めの形で結構ですの、ね、で、ちょっと考えてみてください。はい。えー、っと、この穴埋めの形になっています。ちょっと部分的に空いてます、ね、空白になっていますので、えー、そこのところを、まあ、自分で埋めると。まあ、ノートにこれを写しても構いませんし、スライドを印刷しても構いませんので、えー、これで自分で埋めてみてください。 はい。さあどうでしょうか、えー。ではちょっとやってみましょう。まずですね、えーまあ、パラメータ表示を求めるわけですけども、まあ、直線と点で与えられていますので、直線上の2点を,2点を取って3点にしてしまえば先ほどやった例題になりますから、まあ、そういうふうにしてしまいましょう。ということで、このまず直線をですね、パラメータ表示に直します。でパラメータ表示に直すと、このようになることはわかるでしょうか。とこの イコールの統合の式ですね。直線のこの式の、この式の値を0と置くとですね、x イコール2 y、y イコール0 z、z イコール3ですから、203を通ります。で、イコール t 倍のマイナス311ということで、マイナス311の方向ベクトルを持つ直線ということがわかりますので、これをですね、使ってパラメータ表示ができます。そうすると直線上の2点が取れます。これは何でもいいんですけども、一応ここではですね、t を0と置いた時ときと t を1と置いたときで計算してみました。 はい。うち何でも構いません。え、異なる2点であれば構いません。で、そうするとですね、え、u イコール b-a。つまりこの b、これ b から、この b から a を引いたもの u。それから c から c から a を引いたもの v というふうに置いてやると、この2つのベクトルが出てきます。で、この2つのベクトルはですね、先ほど一応この直線、a が直線上にないことを確かめましたから、当然平行でないはずなんですけども、一応、ま平行でないということで、 ま、ここの部分は、まあ、あの、別に特に書かなくてもいいんですけども、一応ま、念のため書いておくと、え、これこ平面はちゃんと決まりますよと。いうことでパラメータ表示として、はい、ま、このようなものが取れますと。通る点と2つの平行、互いに平行でない平面に平行な0でないベクトルを使って st 実数をいろいろ変えれば、これがこの平面上の点を全て表すと。こういうことですね。